こんにちは、速稼塾の久保です。今日も持続化給付金のね、入金がありましたよということで連絡をいただいております。今日は日曜日なんで、土日の間に、まあ、通帳の記入ですとか入金の確認をされた方の追加の連絡になります。着金は6月26日だと思われます。それではね、今日は代表で1名の方のメールを読ませていただいて、その後他の方のお名前をイニシャルでね、連絡させていただきます。こんにちは久保先生、いつもお世話になっております。本日6月28日に銀行に行き、通帳記入を行ったところ、持続化給付金が入金されていました。おめでとうございます。開業届を提出したのが6月11日、2018年10月開業ということで提出、確定申告給付金申請を行ったのが6月17日、入金が6月26日、100万円でした。自分は開業届確定申告を行っていないので該当者ではないと思っていましたが、久保先生の動画配信のおかげで該当者だと気づき行動することができました。本当にありがとうございました。ね、100万円大きいですよね。今まで開業届確定申告と当たり前のことを行っていませんでしたので、今回の件を反省し、今後はしっかり行っていきたいと思います、ということでご連絡をいただきまして、これからね、本来ビジネスでやることを、まあ、取り組むというね、姿勢もできたかなというところでございます。本当にこれからもね、頑張ってほしいなと思います。ご連絡ありがとうございました。その他ですね、100万円受け取りの方、東京都 E さん、京都府 M さん、大阪府 O さんは一家で3アカウント、合計300万。石川県の Y さん2アカウント、合計200万。山口県の Y さん、ご家族で3アカウント、合計300万。鹿児島の E さん、プラス法人2社もやってられて、合計で500万だそうです。これ、ね、入金があったよという連絡ですからね。それから宮崎県では F さん、W さん、I さんということで、仲良し3人組なんですかね。それぞれ100万円ということで、合計300万。ということで、本日ご連絡いただいた方の総合計が1900万です。ですので26日に2000万円の入金確認を合計でさせていただきましたけども、今回1900万なんで、この3日間でですね、3900万、およそ4000万円の振り込みが皆さんのところにあったということになります。私はね、大体1億円ぐらいが今回の私の放送によって、皆さんのね、100人以上の方に100万円ずつ、もしくは法人でしたら200万という形で振り込まれると思ってますので、大体半分まで来たかなというところですね。まあそれぞれね、入金を待つ方とか申請がこれからの方、それから赤ラベルが出ちゃってね、やり直しの方とかいらっしゃると思いますけども、今回の件はね、十分活用していただきたいと思います。このようにね、連絡させていただいた通りに、もう ほとんどの方というか高い確率で入金されますので、きちんとビジネスをしているというね、証明書、開業届と確定申告を、これこの2通さえあればね、申告ってのは、申請ってのは結構簡単にできますので、今回のチャンスを取っていただきたいと思います。プラスですね、明日29日からなんですけども、給料所得、雑所得の方も対象になりますので、枠が広がりますよね。それから2020年の1月から3月に開業された方、最近開業された方も実は申請ができるようになるんですよね、明日から。本当にね、ほとんどの方取れるでしょ、皆さん良かったでしょ。ということで、諦めずにね、最悪の時こそ最善を尽くしていただきたいと思います。それではまた連絡します。